FM ルピナスをご覧の皆様、こんばんは。こんばんは。今週もまゆみんの図書室朗読の時間が始まりました。はい、今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この番組は早稲田オープン塾ウニクス上里教室の提供でお届けしています。はい、はい、今日はどんな話題があるんですか？はい、先週女子硬式野球チーム、はい、全校ビームスの取材に行かれると言っていらっしゃったと思うんですけど、はい、行ってきました。行くんだよって言ってらっしゃったんですけど、はい、どうでしたか？はい、いや、女子硬式野球チームね、ビームスのね、選手の皆さんっていうのはね、本当にすごい。もう体力的な面も、はい、ね、スキルもそうですけどね、それ以上にね、はい、礼儀正しいというか、社会人としても一流だなっていうのをね、すごく感じました。そうでしたか。はい、試合を見られたんですか？12時から正午からね、試合がありましたので、最後まで見ることはできなかったんですけれどもね、はい、試合前に、社長をはじめですね、はい、岡部総監督ね、岡部さんって言いますと、はい、元日本ハムファイターズでね、活躍された投手ですよね。最優秀防御率もね、はい、獲得したことがあるぐらいのね、ピッチャーだったんですけれどもね。そうなんですか。はい、随分ね、熱く語ってらっしゃるんですけど、うん、そうですね、その選手時代を知ってらっしゃるとか？いやいや、もちろん知ってますよ。そうですか。小学生の頃でしたけどもね。それから、マドンナジャパンね、サムライジャパンには実はね、はい、女子公式チームもねあるんですよね。その愛称というのがね、はい、マドンナジャパンというふうに言われてますけれども、はい、そちらの監督も務めている人が、はい、全校ビームスの監督もやるということでね、昨年の12月から中島監督ね、はい、とてもね、はい、人間的にも素敵ですし、チームの選手からね、リスペクトされているんじゃないかなっていうのをね、強く感じました。そうでしたか。なんかね、はい、素晴らしいチームでね。そうですね。応援していきたいですよ、ね。はい、はい、あとは聞いてくれないですか？あと、まだまだいるじゃないですか。選手といいますか、コーチです。ヘッドコーチ。それこそ ね、ね、その、ね、うん、ご縁でね、そう、そうですよ、はい、ヘッドコーチの、うん、ヘッドコーチ、はい、ね、星野修さんですね、阪神でプレーされてね、それから近鉄バファローズね、そして楽天ね、この3球団でね、ちょうどね、野村克也さんがね、監督だった時期に長く、選手だったりコーチとしてね、活躍されて、その後は、武蔵ヒートベアーズの初代監督をなどを経てね、はい、ですか、はい、昨年12月に、はい、全校ビームスのヘッドコーチとしてね、就任されましたけれどもね、さすがプロ、元プロね、そしてプロ野球選手のコーチだけあってですね、はい、キャッチャーフライの練習でノックをするのってどれほど難しいか分かりますか？真上にボールを起こして上げるんですよね。それがね、あれは50メートル以上上がってるんじゃないかなと思うぐらいのね、そういうノッカーとしてのね、ヘッドコーチの仕事ぶりを拝見させていただいたりしてですね、もう感動の連続でございましたけれども、それ良かったですね。そして全校ビームス、実はね、4月の、はい、29日だったかな。どこに行くと思いますか？試合で？試合でどこだろう。あるところに行くんですよね、試合で。これはやっぱり知ってないとね。県の名前、それとも球場？あ、球場でもいいですよ、県でもいいですけど。どこだろう、有名な球場。これはまあ野球をやってる人だったら高校野球をやってる人だったら100人中120人してるかなと思うぐらい。甲子園球場、はい、甲子園球場、そうなんですね。へ、甲子園球場で試合を
阪神タイガースのウィミン、ね、女性チームがあるんですけども、はい、やるんですよね。もうそういうようなこともあってね、大活躍、ね、されてますけれども、すごいなって本当に思ってます。本当29日で間違いなかったかな。29日、やるのがね、はい、いつだったかなと。4月29日、うん、確かね、どこかに書いてあったんですかね、29日だったかなとは思ってはいるんですけれども ね、はいはい、ね、すごいですよね、女の子でね、硬式野球って球硬いから、ね、よくもうすごいなって本当思います。ありがとうございます、はい、それからですね、うん、あ、じゃあぜひね、その試合も楽しみですね、楠本さん。そうです ね、もうその試合の速報っていうのはネットで見ることができますから、うん、とてもね、毎回毎回、この前の初戦はね、うん、2対2の引き分け、ね、アサヒトラストというチームとの試合だったんですけれどもね、ちょっと残念だったかなと、ね、初勝利、次回に持ち越しとはなりますけれども、はい、ぜひ期待したいと思っております。はい、楽しみです。ありがとうございました。それから次なんですけども、私事なんですけれども、私事ですすいません、はい、なんですけれど、4月22日にふるさと昭和村の方に行ってまいりまして、昭和村っていうと昭和村ですか。はい、昭和村なんです、はい、野菜王国昭和村の方に行ってまいりまして、はい、ふるさと大使の委嘱状をいただいてまいりました。ありがとうございます。委嘱、はい、ね、はい、何ヶ月ぐらいふるさと大使はやる予定なんですか。2年ぐらいに、あ、2年間、2年ぐらいですか、はい、2年やったら辞めるどういうあれですかね、まだちょっとの詳細が、その2年の間に問題を起こさなければさらに延長とか可能なんですかね。じゃあええ、身を引き締めて、はい、もう何か問題、例えば職場でとかね、はい、含めてね、問題なんかを起こさないようにしていかないと、はい、もういつ週刊誌が狙ってるか分かんないですよ昭和村のふるさと大使がってなん感じでね、気をつけます、はい、はい、気をつけます。これからね、気をつけるというのはどういう意味、そんな心配は私にはございませんじゃなくて気をつけますなんですね、はい、気をつけていきたいと思います、はい、ありがとうございます。ぜひね、これからですね、それで道の駅に行かせていただいたら、こうパネルがあって、写真スポットっていうか写真を撮るこうスポットがあって、それレタス畑のパネル、でっかいパネルの前でこう椅子が置いてあって写真が撮れるようになってたんですけど、ね、もしかしてそのレタス畑は私の実家のレタス畑じゃないかとかってどうでも言うんですか。そうじゃないんですけど、はい、これから今レタス苗植えが始まって、これから成長するので、ぜひそのうちにレタス畑の映像とかもちょろっとね見せたいなと、ええ思っておるんですけれども、よろしくお願いします。その写真、こちらにね、はい、こうです、こちらほらね、素敵な本当にね、はい、写真でございますけれどもね、はい、一緒にいる人誰なの。はい、ハイボーさんが、はい、ご都合で行けなかったので、ああ、まゆみさんと一緒に一回行きたくないとかなんか言ってましたからね、はい、加藤さん、はい、FM ルピナスの局長の加藤さんが一緒に行ってくださって、あ、ルピナスの推薦でね、ふるさと大使にハイボーさんなったようなもんですからね。ありがとうございます。そしたらそのパネルでレタス畑と加藤さんのもうその馴染み具合がすごくよくって、本当イメージキャラクターにいいんじゃないかっていうぐらい、加藤さん、スーツ姿の加藤さんがレタス畑にすごく馴染んでました。あ、じゃあまゆみさんがもしね、ふるさと大使不適格とかっていうことになった場合は加藤さん、加藤さんでもいいですかね。そうですね、じゃ加藤さん、その時はよろしくお願いいたします。はい、どんな接点が加藤さんとあるのかね。加藤さんと昭和村一回道の駅で行っただけで、加藤さんって結構昭和村にも多いんですよ。加藤さんいらっしゃるから結構、はい、楠本、はい、っていうのはいないですか。楠本さんはいないです。楠本でね検索するとね、女優がいたりね、モデルをやってる人がいたりね、うん、結構全国にはいるんだなと、
結構ね、思ったりしましたから。いらっしゃいますよね。楠本会って作りましょうかね。いいじゃないですか。入りますか。私楠本さんじゃないけど、うん、入っていいですか。あの楠本ファンの人が入ればいいか。舞ちゃん入りたいって言うかもしれないですね。一番にね聞いて、はい、はい、じゃあのよろしくお願いします。それからですね、朗読が今日からあの新しく夏目漱石さんの坊ちゃんを読ませていただきますので。坊ちゃん、はい、ああ坊ちゃんね、はい、あの早速では坊ちゃんの第1回お聞きください。どうぞ。坊ちゃん、夏目漱石。親譲りの無鉄砲で子供の時から損ばかりしている。小学校にいる自分、学校の2階から飛び降りて1週間ほど腰を抜かしたことがある。なぜそんなむやみをしたと聞く人があるかもしれぬ。別段深い理由でもない。新築の2階から首を出していたら、同級生の一人が冗談に、いくら威張ってもそこから飛び降りることはできまい、弱虫やーいと生やしたからである。小遣いにおぶさって帰ってきた時、親父が大きな目をして、2階ぐらいから飛び降りて腰を抜かすやつがあるかと言ったから、この次は抜かさずに飛んでみせますと答えた。親類の者から西洋製のナイフをもらって、綺麗な刃を火にかざして友達に見せていたら、一人が、光ることは光るが切れそうもないと言った。切れぬことがあるか、何でも切ってみせると受け合った。そんなら君の指を切ってみろと注文したから、なんだ指ぐらい、この通りだと右の手の親指の甲をハスに切り込んだ。幸いナイフが小さいのと親指の骨が硬かったので、いまだに親指は手についている。しかし傷跡は死ぬまで消えぬ。庭を東へ20歩に行き尽くすと、南上がりにいささかばかりの菜園があって、真ん中に栗の木が一本立っている。これは命より大事な栗だ。実の熟する時分は起き抜けに瀬戸を出て落ちたやつを拾ってきて学校で食う。菜園の西側が山城屋という質屋の庭続きで、この質屋に勘太郎という十三子のせがれがいた。勘太郎は無論弱虫である。弱虫のくせに四つ目垣を乗り越えて栗を盗みに来る。ある日の夕方、折戸の陰に隠れてとうとう勘太郎を面まえてやった。その時勘太郎は逃げ道を失って一生懸命に飛びかかってきた。向こうは二つばかり年上である。弱虫だが力は強い。蜂の開いた頭をこっちの胸へ当ててぐいぐい押した拍子に、勘太郎の頭が滑って俺の合わせの袖の中に入った。邪魔になって手が使えぬから、むやみに手を振ったら袖の中にある勘太郎の頭が右左へぐらぐらなびいた。しまいに苦しがって袖の中から俺の二の腕へ食いついた。痛かったから勘太郎を垣根を押し付けておいて、足柄をかけて向こうへ押してやった。山城屋の地面は菜園より六尺型低い。勘太郎は四つ目垣を半分崩して自分の両分へ真っ逆さまに落ちてグーと言った。勘太郎が落ちるときに俺の合わせの片袖がもげて急に手が自由になった。その晩母が山城屋に詫びに行ったついでに合わせの片袖も取り返してきた。このほかいたずらはだいぶやった。大工の金子と魚屋の角を連れて模索の人参畑を荒らしたことがある。人参の芽が出そろわぬところへ藁が一面に敷いてあったから、その上で三人が半日相撲を取り続けに取ったら、人参がみんな踏みつぶされてしまった。古川の持っている田んぼの井戸を埋めて尻を持ち込まれたこともある。太い妄想の節を抜いて深く埋めた中から水が湧き出て、
そこいらの稲に水がかかる仕掛けであった。その自分はどんな仕掛けか知らぬから、石や棒ちぎれをぎゅうぎゅう井戸の中へ差し込んで、水が出なくなったのを見届けて家へ帰って飯を食っていたら、古川が真っ赤になって怒鳴り込んできた。確か罰金を出して済んだようである。親父はちっとも俺を可愛がってくれなかった。母は兄ばかりひいきにしていた。この兄は矢に色が白くって芝居の真似をして女型になるのが好きだった。俺を見るたびに、こいつはどうせろくなものにはならないと親父が言った。乱暴で乱暴で行く先が案じられると母が言った。なるほど、ろくなものにはならない、ご覧の通りの始末である。行く先が案じられたのも無理はない、ただ懲役に行かないで生きているばかりである。母が病気で死ぬ 2,3 日前、台所で宙返りをしてへっついの角であばら骨を打って大いに痛かった。母が大層怒って、お前のようなものの顔は見たくないと言うから親類へ泊まりに行っていた。するととうとう死んだという知らせが来た。そう早く死ぬとは思わなかった。そんな大病ならもう少しおとなしくすればよかったと思って帰ってきた。そうしたら例の兄が俺を親不孝だ、俺のためにおっかさんが早く死んだんだと言った。悔しかったから兄の横っ面を張って大変叱られた。母が死んでからは親父と兄と三人で暮らしていた。親父は何もせぬ男で、人の顔さえ見れば貴様はダメだダメだと口癖のように言っていた。何がダメなんだか今にわからない。妙な親父があったもんだ。兄は実業家になるとか言ってしきりに英語を勉強していた。元来女のような性分でずるいから仲が良くなかった。10日に一遍ぐらいの割で喧嘩をしていた。ある時将棋を指したら卑怯な待ち駒をして人が困ると嬉しそうに冷やかした。あんまり腹が立ったから手にあった飛車を眉間に叩きつけてやった。眉間が割れて少々血が出た。兄が親父に言いつけた。親父が俺を感動すると言い出した。その時はもう仕方がないと観念して先方の言う通り感動されるつもりでいたら、10年来召使っている清という下女が泣きながら親父に謝って、ようやく親父の怒りが解けた。それにもかかわらずあまり親父を怖いとは思わなかった。かえってこの清という下女に気の毒であった。この下女はもっと由緒のあるものだったそうだが、画会の時に霊落してつい奉公までするようになったのだと聞いている。だからばあさんである。このばあさんがどういう因縁か俺を非常に可愛がってくれた。不思議なものである。母も死ぬ3日前に愛想を尽かした。親父も年中持て余している。町内では乱暴者の悪太郎とつまはじきをする。この俺をむやみに珍重してくれた。俺は到底人に好かれるたちではないと諦めていたから、他人から木の端のように取り扱われるのは何とも思わない。かえってこの清のようにちやほやしてくれるのを不審に考えた。清は時々台所で人のいない時に、あなたはまっすぐで良いご気性だと褒めることが時々あった。しかし俺には清の言う意味がわからなかった。いい気性なら清以外のものももう少し良くしてくれるだろうと思った。清がこんなことを言うたびに俺はお世辞は嫌いだと答えるのが常であった。するとばあさんはそれだから良いご気性ですと言っては嬉しそうに俺の顔を眺めている。自分の力で俺を製造して誇っているように見える。少々気味が悪かった。母が死んでから清は
いよいよ俺を可愛がった。時々は子供心になぜあんなに可愛がるのかと不審に思った。つまらない、よせばいいのにと思った。気の毒だと思った。それでもキヨは可愛がる。折々は自分の小遣いで金つばや勾配焼きを買ってくれる。寒い夜などは密かにそば粉を仕入れておいて、いつの間にか寝ている枕元へそば湯を持ってきてくれる。時には鍋焼きうどんさえ買ってきてくれた。ただ食い物ばかりではない。靴たびももらった。鉛筆ももらった。これはずっと後のことであるが、金を3円ばかり貸してくれたことさえある。何も貸せと言ったわけではない。向こうで部屋へ持ってきて、お小遣いがなくてお困りでしょう、お使いなさいと言ってくれたんだ。俺は無論いらないと言ったが、ぜひ使えと言うから借りておいた。実は大変嬉しかった。その3円をがま口へ入れて懐へ入れたなり、便所へ行ったらすぽりと硬貨の中へ落としてしまった。仕方がないからのそのそ出てきて、実はこれこれだとキヨに話したところが、キヨは早速竹の棒を探してきて取ってあげますと言った。しばらくすると井戸端でザーザー音がするから出てみたら、竹の先へがま口の紐を引きかけたのを水で洗っていた。それから口を開けて一円札を改めたら、茶色になって模様が消えかかっていた。キヨは火鉢で乾かして、これでいいでしょうと出した。ちょっと嗅いでみて臭いやと言ったら、それじゃあお出しなさい、取り替えできてあげますからと、どこでどうごまかしたか札の代わりに銀貨を3円持ってきた。この3円は何に使ったか忘れてしまった。今に返すよと言ったぎり返さない。今となっては10倍にして返してやりたくても返せない。キヨが物をくれる時には必ず親父も兄もいない時に限る。俺は何が嫌いだと言って人に隠れて自分だけ得をするほど嫌いなことはない。兄とは無論仲が良くないけれども、兄に隠してキヨから菓子や色鉛筆をもらいたくはない。なぜ俺一人にくれて兄さんにはやらないのかとキヨに聞いたことがある。するとキヨは済ましたもので、お兄様はお父様が勝手をあげなさるから構いませんと言う。これは不公平である。親父は頑固だけれども、そんなエコひいきはせぬ男だ。しかしキヨの目から見るとそう見えるのだろう。全く愛に溺れていたに違いない。元は身分のあるものでも教育のないばあさんだから仕方がない。単にこればかりではない、ひいき目は恐ろしいものだ。キヨは俺をもって将来立身出世して立派なものになると思い込んでいた。そのくせ勉強をする兄は色ばかり白くってとても役には立たないと一人で決めてしまった。こんなばあさんに会ってはかなわない。自分の好きなものは必ず偉い人物になって、嫌いな人はきっと落ちぶれるものと信じている。俺はその時から別段何になるという了見もなかった。しかしキヨがなるなるというものだから、やっぱり何かになれるんだろうと思っていた。今から考えるとバカバカしい。ある時などはキヨにどんなものになるだろうと聞いてみたことがある。ところがキヨにも別段の考えもなかったようだ。ただ手車へ乗って立派な玄関のある家をこしらえるに相違ないと言った。それからキヨは俺が家でも持って独立したら一緒になる気でいた。どうか置いてくださいと何遍も繰り返して頼んだ。俺もなんだか家が持てるような気がして、うん、置いてやると返事だけはしておいた。ところがこの女はなかなか想像の強い女で、あなたはどこがお好き、麹町ですか、お庭へブランコをおこしらえ遊ばせ、西洋間は一つでたくさんですなどと
勝手な計画を一人で並べていた。その時は家なんか欲しくもなんともなかった。西洋館も日本建ても全く不明であったから、そんなものは欲しくないといつでも清に答えた。すると、あなたは欲が少なくって心がきれいだと言ってはまた褒めた。清は何と言っても褒めてくれる。母が死んでから5、6年の間はこの状態で暮らしていた。親父には叱られる。兄とは喧嘩する。清には菓子をもらう。時々褒められる。別に望みもない。これでたくさんだと思っていた。他の子供も一概にこんなものだろうと思っていた。ただ清が何かにつけて、あなたはおかわいそうだ、不幸せだとむやみに言うものだから、それじゃあかわいそうで不幸せなんだろうと思った。その他に苦になることは少しもなかった。ただ親父が小遣いをくれないには並行した。ありがとうございました。ぼっちゃんって、はい、楠本さん、夏目漱石さんの本初めて読んだのは何ですか、うん、覚えてらっしゃいますか。我が輩は猫であるかね、坊、はい、ちゃんかのどちらだったかなと思うんですけどね。中学校の教科書に心が載ってたってことなかったですか、うん、心ってあれ一番最後の方じゃなかったですか。なんかね、うん、教科書で心を読んだ。だから私は実は夏目漱石さんの読んだのは遅いんだろうなと思って、心が一番最初、うん、学校の教科書で心に出会ってからの、うん、我が輩は猫であるを読んだり、お、うん、ちゃんを読んだり、三四郎を読んだりっていうので、うん、していたので、私は結構出会いが遅かったかもしれないんですけど。心ってどんな話なんですか。先生と私とかそういう感じで、そうですよね、書生の K みたいなんで出てきてね、TK ですよ、TK 何TK じゃなくて K 頭の文字は何、 K ね、はい、K となんとかみたいな、そんな風にこう、おうおうおう、その中に出てくるぐらいでしたよね。で、いろいろすごい心に残ってるんですけれども、それはダジャレですか。え、心だけに、心だけに敬意、心だけに心だけに心に残ってるんですけどね。いや、なんかこう今日変ですね。こうあっと言えばいと答えてくれるような、そういう関係、うと言えばえって答えてくれるような、うん、呼吸、はい、はい、ありがとうございます。ではありがとうございました。さあ、はい、では最後に今週の歌、あ、でも最後の前にさ、はい、ある事件が塚越家に起こったというように聞いたので、ね、それで警察沙汰になるかもしれないということを聞いたので、その件についてちょっとね話しておきたいと思いますけどね。まゆみさんのお子さんで M さんというね、まいちゃんというね、もうかわいいかわいい、いつもねショートメール、まいちゃん頑張ってるとかってね入れてあげるんですけれどもね、そのまいちゃんのところに大事件が起こった。まいちゃんから、もうそこで慌ててしまったまゆみんさんはもうすぐ警察110番しようとした。そう、しようとした。110番じゃないんですけど、はい、本当に今すぐ行ってくださいパトカーって感じでね。いやいや、不審者がいるかもしれないという、まいちゃんが本当に電話かけてきて、はい、なんか非通知から電話がかかってきちゃったんだよって、非通知って出るって。でそれで、うん、こうね、家族に聞いてみたけど自分は違うって、私も違うってなった時、非通知っていうのからかかってきた時どうしたらいいっていうので、うん、でその時楠本さんじゃないっていうのも確認して、いやいや非通知なんか絶対かけないから、かける時には番号を出してかける、そういう風にしてねって舞ちゃんから言われたから、舞ちゃんが楠本さんじゃ、楠本先生じゃないかねっていうようなね、そう、失礼します。いやいやいや、だから必ず非通知なんかではかけませんって言っといてくださいと、そういう問題じゃないとかってね言ったんじゃないですか。それで私心配になっちゃって、それこそ本当に、でも失礼な話、ね、警察に電話してちょっとパトロール強化してくださいとか言った方がいいかなって思って相談して、何をね、
そんなことはね、いやよくね、通知が1回かかってきたくらいでっていう。いや110番を、はい、ね、ちょっとゴキブリが出ただけで110番する人がいる時代ですからね。本当ですか？でこういう場合には電話しないでくださいねってなってる、それをさらに付け加えて非通知で電話って、まずそれで電話する人っていないと思いますから。じゃあありがとうございました、うん、では最後に今週の歌は尾崎豊さんの Forget Me Notっていう忘れな草っていう意味だそうなんですけど、うん、そちらの歌を聴いていただきたいと思います。尾崎豊か、はい、はい、ではお聴きください。小さな朝の光は疲れて眠る愛にこぼれて時の多さにうなずくように寄り添う二人、窓を叩く風に目覚めて君に頬を寄せてみた。幸せかい夢のぬくもりにそっとささやいて強く君を抱きしめた。初めて君と出会った日、僕は見るの向こうの空をいつまでも探してた。君が教えてくれた花の街に埋もれそうな小さな忘れな草。そろそろお時間になりました。
今週もご覧いただきありがとうございました、はい、ありがとうございました。楠本さん、今週もお付き合いいただきありがとうございました。いや、今週ね、どうしようかなと思ってた、一人でやってもらおうかなとかって思いながらね、この席にね座らせてもらったんですけれどもね、やっぱりもう坊ちゃんじゃないや、坊ちゃんだ、坊ちゃんね、最初のね、また小説が始まるということでね、やっぱり最初って緊張するから何か話をしなきゃいけないかなというふうに思いながら、今日はね準備不足だったのでね、まあ野球の話があって、それから昭和村の話があって、女性週刊誌に気をつけなさいという話があって、非通知で110番はしないようにという話があって、まあ今日はね、ハイボーさんこんなつまんないんじゃコメントもしないって言われそうなんですけれどもね、ぜひご覧になっていただけてたらありがたいです。ありがとうございました。この番組は早稲田オープン塾ウニクス上里教室の提供でお届けさせていただきました。そうだ、一つニュースがあった、はい、4月29日からユナイテッドシネマウニクス上里の劇場で上映されるすべての映画の直前約15秒なんですけれども、早稲田オープン塾の CM が流れます。おめでとうございます、はい、その CM ぜひねご覧になっていただきたいと思いますので、はい、どの映画でも大丈夫ですから、ユナイテッドシネマウニクス上里でないと見ることはできない早稲田オープン塾の CM、 ぜひお楽しみご期待ください。はい、楽しみですね、はい、見に行ってみたいと思います。では皆様、来週までさようなら。さようなら。